お前が後手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、一級の方ですね、早速鬼殺しやっていきましょう。さあ、パクちゃんで鬼殺しですね。で、これは玉3、あ、これは飛びましょう。3に玉と寄られると厳しかったんですが、これは両取り間に合って、なんか、うん、まあ取ってくれないですよね。ただここは角交換して5五角で6四の歩が取れますね。で、その後これ鬼殺しの定石でよく出てくるんですが、6三金と上がってくるかもしれないですね。銀上がってくると7三が受からないんで、金上がってくる可能性があります。で、金上がってくるといい手があります。さあどうでしょう。金上がって、あ、来ましたね。これは飛車を振って、で、実はこの角取りづらいんですね。今6三の金が7三に効いてるんですけども、1枚剥がしたと、金で角を剥がしたとしても金の利きがなくなるんで7三が受からないんですね。さあどうでしょう。まあそれでも取るしか、あ、そうですね。で、7筋破ることができました。これは会心の一手だったんじゃないでしょうか。ただ威力、こちら威力っていうところが一つ、うーん、そうですよね。ここで飛車取ってもいいんですが、ちょっと欲張ってみましょう。ここで飛車取るとお相手の飛車取りが王手になるんで、受けて2分30秒。いやー、なんかちょっとここに来てうまく受けられてるような、これ下がっちゃうと、香車取られて7七香車っていうのが結構痛いんで、ただ浮くと金が、いや、これ難しい。で、金、あ、これ悪かったかもしれないですね。2分。角が7三に効いちゃいました。これ交換するしかないですね。いやー、お相手の金が来て、ちょっと悩む局面が多いですね。あ、金守ってきましたか。いやー、この角、7七馬はいい手ですね。強者を取ると金取れるんですが、どうでしょう。おお、これは竜とするしかない。いや、ここで飛車を打たしたからには交換したくないですね。いや、さっきまでがぜんこちら有利かと思ってたんですが、ちょっと微妙になってきました。1分30秒。この桂馬を、成り桂を生かしていくしかないですね。まあもう一回やれば飛車が詰んでるんで、いや、この間怖いか。さあ、形勢としたらちょっとこっちが悪いかもしれないですね。お相手の玉がちょっとうまく囲われちゃって、逃げるしかない。あ、これ一回やって、1分。こっち詰めろじゃないですよね。これは逃げて、ここは変に取ってお相手の駒を働かせるよりはちょっと渋滞させといた方がいいかもしれないですね。
馬と角の利きに注意しながら、うわあ、これはもう行きますか。歩取るか迷いますが、金取りで、でもうここで飛車30秒ルーツバットで、あれ今20秒、3二金で詰んでました。いや時間が、いや飛車打たれるか、んそういう、あ終わりじゃなかった、ちょっと時間なくて焦ってますね。これは受け切れる。でもお、あーと、お相手はもう罪ですねこれ。あーっと10秒、いやもうこれ時間で勝ちましょう。まあいいか。時間切れ勝ち。いやー最後は時間切れとなりました。鬼殺しは決まったんですが決めきれませんでした。ありがとうございました。お前がごてだ。よろしくお願いします。さあそれではお相手の方2段の方ですね。さあ格上にもひるまず鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、お向かい飛車早いしだ。今6四歩突かれると厳しいが意外に疲れないで、これを取ると5五角、あ、相振り飛車駒渡していきましょう。いやー5五角出れなくなったか。ただこれは結構私が好きな形ですね。歩を叩くんですね。ここでで上がってきたとこに5六桂がぶっ刺さります。困ってるんじゃないでしょうか。これは角で取るかどうか迷いますが、まあここはいいでしょう。角こう、この角を取った手が飛車に当たってるんでいいんじゃないでしょうか。2分30秒。7四歩が光ってますね。ここで8二飛車と打ちたくなるんですが、王手銀があるんで一つちょっと工夫を入れていきましょう。まあ、お相手の読みをこう読み通りには指さないっていうところはまあ将棋の一つ面白いところですよね。ただ銀取った時に馬がちょっとそっぽ向いちゃうっていうのが難しいところなんですが、角強が取れるんで、ただこれはお相手玉狭くなりましたよね。なので今度は8二がいいんじゃないでしょうか。さっき8二打ってるとちょっとお相手玉広くなっちゃうんですよね、逃げられて。さあこれは攻めがかなり刺さったんじゃないでしょうか。もうほぼ罪ですよね。ここで角が生きてきます。あ、これは罪ですね。いやーここ最近の中で一番会心の将棋が打てたんじゃないでしょうか。よかったです。ありがとうございました。